皆さんこんばんは。ね、知ってのジンギスカンという曲でございます。まあ自分としてもね、相当ノリノリになれる曲ね、大好きなんですね、こちら。まあこれは今度は何なんだっていう話なんですけど、まあ自分今座って撮ってますけど、まあこれ運動をしろよと、まあ、いうことをね、伝えたいと、まあ、いうこともあります。なんか勉強のことを喋るっていう割には、ね、なんかそんな話よりも休んでくれとか運動しろとか、もうなんじゃいって思うかもしれないですけど、これ全て勉強の効果を上げるためなんですね。やっぱりジムに通うとか、まあ、そういうことも含めて、まあ、いろいろとね、予備校と通われたり、まあ、受験生ね、まあ、やっぱり根詰めてやっている人、まあ、寸暇を惜しんで勉強する、僕はね、その気持ちすっごくわかるんですよ。ただ効率がいいのかとか、まあ、そういう観点でいくと、やっぱり私はノーだと思うんですね。まあきっちりとね、適度に体も動かしていかないと、やっぱりコリもたまります。やっぱり勉強したら首痛い、あちこち痛いと、まあ、いう声が聞こえるので、一応私ね、あのトレーナー業もできますから、まあ、あの自分の生徒に関しましては、こっちの肩甲骨のところのね、まあ、運動であるとか、まあ、ポールのストレッチとか、まあ、そういうことをね、まあ、指導してちょっと緩和することとかできるんですけど、やっぱりそういう設備がなかったり、ね、まあ、するところの受験生っていうのもたまる一方なんですね。整骨院とか行くって言っても、やっぱりその時間勉強して、気持ちはわかるけど、そんなんでやるよりは、やっぱりコンディションがいい状態で、ね、まあ、やっぱり勉強した方がいいに決まってる。まあいい。まあ、あとはね、まあ、ストレス解消、まあ、これもね、絶対必要なわけですよ。まあ、それもね、やっぱり体にストレスの解消って言われたら、なんだ、まあ、運動でしょ。間違いないですよ。はい。まあ、適度な運動をね、まあ、しているということがね、重要になります。ね、もうこうやってね、僕もね、こうミットを持つんですね。ちょっとストレス溜まってんだろ、お前と。はい、ちょっと気持ち吐き出しちまえよ、ということで、はい、バチコーイ、なんと、ね、受けることとかもあるわけですけれども、まあ、こういうのがね、本当に効果を生みます。いいでしょうか、皆さん。生涯ね、まあ、健康でいるためにも健康寿命を伸ばすと、まあ、いう ところとかにも結果としてつながっていきますから、やっぱり少しずつ毎回ちょっとずつ運動していくという習慣をね、もうこれはもう受験生のみならず、まあ、今後の人生のためにですね、やっぱり持ってほしいなというふうに思ってます。よろしいでしょうか。はい、まあ、偉そうなこと言ってすいません。でもね、必ず皆さんのためになると思って言っております。では失礼します。